カール・マイ。カール・フリードリヒ・マイ。カール・フリードリヒ・メイ。1842年2月25日から1912年3月30日は、ドイツの小説家。ドイツ・トーブ・ザック・センシュ・ホーエンシュタインイコール・エルンスト・タール出身。貧困の中で育ったが、幼年期から物語の語り部として得意な才能を示す。市販学校時代に教師に反抗して、 軽犯罪を犯したが、服役中に刑務所内の図書館で多読したことにより、文学に目覚める。出所後に雑誌編集者時代から作家活動を始め、やがて東大随一の人気作家になる。その作品は、広い世界を物体としたものが主流であるが、とりわけ、中近東、オスマン帝国の領域と、アメリカ西部のインディアンの世界が中核になっている。 日本の明治時代にあたる十九世紀後半に活躍したが、その波乱万丈の冒険小説は、生前はもちろん、第二次大戦後の現在なお、人々を遥かな夢の国へと誘ってやまない。その作品は、ドイツでは百年を越す歳月のうちに、聖書に次ぐ発行部数に達しており、また、日本語を含め現在四十三の言語に翻訳されている。カール・フリードリヒマイは、 1842年2月25日、東部ドイツザクセン地方の小さな織物の町エルンストタールで生まれた。父親は貧しい織物子で、その成果もみすぼらしく、14人の子供のうち9人は2歳までに死亡していたという。5番目の息子カールだけが乳児期を生き延び、幼年期から童話の祖母に育てられ、その影響もあって、物語の語り部として得意な才能を示した。 そのため父親は自分の夢をこの息子に託して英才教育を施した。はじめは各種童話、薬草本、英理聖書他の書物を乱読させられ、後には漢本の聖書をはじめから終わりまで繰り返し読んだという。小学校の後、本人はギムナジウム9年生の中、高等学校から大学への進学を絶望したが、一家の経済的余裕がなく、 負担の少ない市範学校へ進み、教師となった。しかし当時のドイツの学校は、教師や生徒に対して厳しい規制や拘束を課していた、ため、生来自由を求めてやまない気質から、しばしば軽犯罪を犯して、不当とも思われる、重い金庫刑を受け、厚生施設や刑務所生活を余儀なくされた。とはいえそれらの施設内に設置された、図書館を前は自由に利用することができ、あり余る。 時間の中で、多読乱読の贅沢に恵まれたのであった。そしてその間、哀れな現実を逃れて自由な想像の翼を、いくらでも広げることができる、遥かな夢の世界を、文章の力によって築いていくことを、自分の一生の課題と定めた。1874年に、刑務所を出た後故郷の両親のもとに帰り、執筆活動を始め、その後編集者の職を得た。 しばらくの地フリーの作家として自立し、1878年に、マイは、ガールフレンドのエマ・ポルマートトモドレスデンへ移り住んだ。フリーランスで様々な雑誌に作品を発表していく、うちに、次第にその人気は高まっていった。中でもカトリック系のプステット社の人気週刊誌、ドイツ人の解放との間に1879年、契約を結び、アメリカ西部を舞台とした冒険物語を、 書き始めたのが、その大きな人気を決定づける契機となった。こうして、生活に余裕のできた舞は、1880年エマと結婚した。一方、シュペマン社の雑誌、良き仲間に、1887年から10年間に、渡り、青少年向け作品を7編寄稿したが、元教師であった、この作家が、自分に課せられた使命として引き受けたものである。 しかし1891年、前に文学的名声のみならず、経済的豊かさと社会的地位の上昇をもたらす大きな転機が訪れた。それは、南独フライブルクヌ・フェーゼンフェルト社の申し出によって、それまでドイツ人の家報その他の雑誌に発表してきた前の世界冒険物語を個人全集の形で発行していくというものであった。そしてその最初のものとして、 オリエント、オスマン帝国領の中近東地域シリーズ6巻が1892年のうちに刊行されていった。これはやがて33巻で完結した。それまで馬車バのように執筆活動を続けていた、この作家にも、これ以後、人々との交流をする余裕が生まれた。1895年には、ドレスデン近郊のの高級住宅街に工程を購入し、 その作品の主人公、アメリカ西部の英雄で、自分自身でもあった、シャターハンドにちなんで、その屋敷を、ビラ・シャターハンドと名付けた。そしてこの館を中心にして、社交生活が始まった。さらに広い読者に対して、極めて奇抜なやり方で、つまりシャターハンドは、自分自身であり、しかも、そこで語られている、冒険の数々は自ら体験したのである、と主張した。 その風変わりな性格のために良識ある市民として、日常生活を過ごすことは無理で、そのために自分が描いた作品の中の虚構、夢の世界で、自分を限りなく展開させる道を選んだのである。そのためその書斎を、数多くの野獣の毛皮や、白星のライオン、鹿の角、様々な猟銃、ライフル銃、アラビアの水着セル、ペルシア絨毯などでいっぱいに飾り立てた。また、 ドイツ国内の各地を訪ね回って、彼の崇拝者や読者と直接コンタクトを取った。さらに、オーストリア皇室やバイエルン王室にも呼ばれ、皇帝陛下や太鼓夫人、王女などから手厚くもてなされた。世界冒険物語の大成功によって、今や安定した経済的基盤を築いた舞は、その作品の主な舞台となっていた中近東地域への旅行に出かけた。 それは一年四ヶ月に及ぶ大旅行であった。まず北イタリアのジェノバ港からエジプトのカイロに渡った。そこでアラビア人の召使いを雇い、一年余りの期間、前の旅のお供をさせた。その旅行の経路をざっとたどると、ナイル川を復、パレスティナ地方から航海に入り、帰船、バイエルン号でスリランカのコロンボを経て最東端のスマトラ島まで移した。 再び回路に戻ってからは、妻のエマを及び親しい友人のリヒャルトプレーンと、その妻と一緒の旅であった。表面的には観光旅行といって良いものであったが、故郷の日常生活から離れた孤独な旅は、慣れないものであった。と同時に実際に見分し、体験した中近東世界は、それまで多年にわたって築き上げてきた、虚構の中近東とは大きくかけ離れていて、その帰りに、 舞は強烈な心理的衝撃を受けた。その気持ちの激変のために、孤独な旅の間、二度も精神分裂病にかかり、療養しなければならなかった。このオリエント大旅行後の晩年の十年余りは、その生活と作品の傾向は、以前とはすっかり異なるものとなった。それまでの英雄的主人公になりすますという、生活態度は捨て去り、その衣装も片付け、派手に飾り立てた。 家具調度品も整理した。そして、作品の面でも、当時の帝国主義や植民地主義に反対して、平和主義に彩られるようになった。帰国後最初の作品、そして地上に平和を、は、平和主義の運動家で、ノーベル平和賞受賞者のベルタフォンズットナーと、マイトを結びつけた。さらに晩年の作品は、神秘主義的な深みのあるものへと変貌を遂げた。また死生活面では、 精神面で結びつくことがほとんどなかった最初の妻エマと離婚し、亡くなった親友プレーンの妻クラーラと再婚した。この新しい夫人が、それ以後、前の仕事の面でも大きく貢献することになった。一方カールバイは、この晩年の十年余りの間、様々な種類の避難攻撃にさらされた。初期のコロいろいろな雑誌や、分冊販売誌に発表してきた作品が、 ほじくり返され、それらは俗悪小説で、青少年に悪い影響を与えてきたという批判のキャンペーンを一斉に受けたのである。避難攻撃したのは、カトリック関係者、教育関係者、保守主義者などであったが、舞を擁護したのは、左派革新系の知識人、前衛の作家、芸術家などであった。舞自身も、果敢に反論に励んだが、長い裁判沙汰に巻き込まれたりして、 疲労困憊した。しかしその裁判年には、この裁判にも勝利し、亡くなる、少し前の1912年3月には、ウィーンの講演会場で2000人の聴衆を前に、高貴な人間の住む天空に向かってという講演を行い、拍手喝采を浴びた。ただ70歳という高齢のためもあり、霊雨の中、風邪をひいた体で、ラーデボイルの家に帰ったものの、 一週間後の3月30日に、ただ一人妻のクラーラに付き添われて、静かに池を引き取った。ラーデボイルのラーデボイルイコールオスト墓地に埋葬されている。カールマイは膨大な作品を表したが、その中核を成すものは、遥かな遠い世界を舞台とした、ハランバン城の冒険物語である。その舞台は、北アフリカからアラビアにかけての砂漠地帯。 メソポタミアの両賀地域そしてバルカン半島の山岳地帯にかけての旧オスマン帝国領であったり、北アメリカ西部のインディアンの世界であったり、はたまたメキシコ高原やアンデス山中あるい、アマゾン下流域の熱帯ジャングルであったりする。さらにアジアでは、はるか中国を舞台としたものもある。そして舞台となっている地域それぞれの地理や風土あるいは、宗教、民族性、 風俗習慣などが物語の中に実に巧みに織り込まれている。舞の描く人々の生活風俗や動植物名あるいは地名や地形は実に緻密なもので、そうした細密描写も物語の魅力の一つになっている。例えば、オリエントシリーズでは、キリスト教文化とイスラム教文化の相違と禁止性について聖書やコーランの引用を交えて、キリスト教徒である、 ドイツ人の主人公から、ベン・ネムジノから語られたりしている。さらに、旧オスマン帝国領の中近東地域が、19世紀半ばにおいて、民族と宗教のルツボであったことも、物語の中で自然に語られている。このようにごく一般の読者にとっても、知らず知らずのうちに比較文化史的ない史文化、人類学的視点に立って、興味深く読めるのが、カールマイ冒険物語の特色といえよう。 とはいえ、その作品の面白さは、何と言っても、次から次へと展開されていく、物語の変化と奇抜さにある。それはまさに手に汗握るストーリーの面白さで、読者をぐいぐい引っ張っていくものである。そして登場人物について見ると、世界冒険物語では、英雄としての主人公は、作者の分身として描かれている。そのため主人公は会話の中では、 私という一人称で表現されているが、地の文では劣気とした名前を持っている。中近東を舞台とした作品群ではドイツ人の英雄であり、同時にキリスト教精神の具現者でもあるドイツ出身のカールとして登場している。また、アメリカ西部を舞台とした作品群ではドイツ出身の西部の男オールドシャターハンドとして現れている。この主人公は、 弾道のスーパーマンで、行く先々の土地の風俗習慣、言語、社会、宗教事情などに通じている。また格闘技、剣術、水泳、潜水、乗馬、射撃の達人で、数多くの武器や衝動具を身につけて、あらゆる場所に、進出起没する。そしてこれらの能力をフルに発揮して、悪党を懲らしめ、戦いでは、様々な策略や戦術を編み出して、 味方を勝利に導く。しかし人を殺すことを極度に嫌い、必要やもうえない場合に限って相手を叩きのめすか、生け取りにする程度である。そして困っている人、貧しい人には様々な形で援助をするという人情味にも溢れている。一方脇役として最もポピュラーなのが西部者ではアパッチインディアンの若き酋長ビネトゥであり、中近東者では 主人公の召使いのアラビア人である。ビネトゥの方は、第七巻が i 巻の題名にもなっているくらいで、正義と勇気、聡明さを兼ね備えた人物で、高貴な人間性の持ち主である。そのため、脇役というよりは、もう一人の主人公といった方がふさわしく、ドイツの青少年のまさにアイドルである。また主人公の召使いであると同時に、友人でもあるハジ・ハレフ、オマール、 はじめっか巡礼経験者に対する称号は、小柄で忠誠心に厚い経験なイスラム教徒である。キリスト教徒の主人からベン・ネムジを何とかして、イスラム教徒に回収させようと説得するのだが、その試みは成功しない。とはいえこの人物は、適度に、ずるさを備えた、憎めない性格のため、チビのハレフとして、読者のアイドルになっている。ジンギスカンの曲、ハッチ大作戦、現代。 ホッチ・ホロフ、オマーのハッチとは、この、恥のことである。カール・マイは、その生涯に膨大な分量の作品を書き上げた、作家であったが、その影響は単なる文学的次元を超えて、広く、社会的な性質を帯びていると言える。ドイツを代表する高級習慣誌、デア・シュピーゲルは、かつて、マイに関して、特集記事を組んだことがあるが、 そこでは、カールマイは単なる人気作家であるにとどまらず、社会全体に広範な影響を及ぼしてきた一つの社会現象であると述べられている。マイがその成功の頂点にあった頃、彼の熱狂的ファンの間で、いくつも愛好会が作られ、インディアンや西部の男あるいはアラビアの州長の格好をして、マイを取り囲み、楽しんでいた。 また戦後の西ドイツでも、再統一後には登録でも、子供たちはカーニバルに、インディアンの衣装を身につけて登場したりしている。さらに北ドのバートゼーゲベルクや、エルスペでは、前の作品をもとに、毎年野外劇が演じられている。そして、作品の映画化はすでに戦前から何度となく、行われてきたし、戦後になってからは、テレビ化、ビデオ化、DVD 化は数えきれないほどである。また、 耳で聞くドラマの形で、数多くのレコードや CD が販売されている。そして物語の主人公や脇役の人形、フィギュアその他のカールマイグッズが、本屋や土産物屋などに置かれ、その大衆的人気に応えている。一方本来の書物の方も、ドイツでは広く国民の間に浸透していて、復活祭やクリスマスの時期には、中、高校生へのプレゼントとして、 前の本が送られたりしている。青少年時代に読んだ、カールマイの作品は、家庭の書棚に数多く置かれていて、ドイツ人は大人になってからも読み直しているという。そうした人の中には、日本でもよく知られたドイツ出身の著名人も、含まれている。作家のヘルマン・ヘッセは次のような逸話を書き残している。彼は、第二次大戦後の1949年に、 アメリカのコロラド州で開かれたゲーテ祭に出席した時、余興として催されたインディアン賞に、かのアルベルト・アインシュタイン及びアルベルト・シュバイツァー、アルバート・シュワイツァーと同席した。その観覧中にヘッセは思わず叫んだ。こいつは全く夢のようだ。まるで我々の古馴染みのカールマイが生きているようだ。例のビネトゥーの名だたる白銀獣まで揃っている、すると似た。 アインシュタインも、ヘッセ同様に興奮し、ヘッセの膝を叩いて囁いた。よかった、尊敬すべきオールドシャターハンドビーキは、私一人ではないとわかって、ウルムとミラノで過ごした私の、全少年時代は、すべて彼の国印家にあったのを知っていますか今日でも、なお、私が絶望的な気持ちになった時など、彼は私にとって、好ましく、価値ある存在なのです。そして、 シュバイツァーも、この二人の前賛美に加わった。もちろん私もご同様で、前には地道をあげました。しかし彼の作品で最も強く私の心を捉えたのは、彼の平和愛好と、相互理解に対する格好たる心情です。つまり、たとえ隣人が、悪の道を歩むものであろうと、その隣人の中に、キリストにおける兄弟を見ること、それを教えてくれたものですこの三人は、 当時70歳を超えた老人であったが、その少年時代には、舞が、まだ活躍していたのだ。ところで、1912年3月、カールイが死んだ時、その大衆的人気は地に落ちており、そのまま行けば、他の大衆作家と同じように、永遠に忘れ去られる運命にあったかもしれなかった。その運命を大きく変え、作品を永続化させる契機を作ったのが、 若き法律家をイハー・シュミットであった。子供の頃からの熱心なマイアイ読者であったシュミットは、新聞、雑誌などを通じて、避難攻撃され、また裁判沙汰に巻き込まれていた、晩年の作家を何とかして救いたいと思っていた。そしてマイが、クラーラ夫人と一緒にこの法律家に出会った時、作家は、あなたに、私の全作品を出版してほしいと頼んだ。その前提としては、 前の裁判に法律家としてシュミットが弁護に、とたったことをあげねばならない。その結果、前が死亡した翌1913年、当時前の作品の多くを出版していた、フェーゼンフェルト、未亡人のクラーラ・マイそして、シュミットが加わる形で、カール・マイ出版社、カール・メーバーラグが、前がご半生を過ごしたドレスゲン金庫のラーデボイルに、設立されたのであった。経営者として、 同社を切り盛りしていくことになったシュミットは、その販売戦略として、拡大方針を打ち出した。それは、フェーゼンフェルト社から出されていた緑色の想定の、フライブルク版、世界棒物語全33巻を基本にして、他の諸々の作品や未発表原稿を取り入れていくというものであった。そこには、前の生前、避難攻撃の的になっていた。 ミュンヒマイヤー社の分冊販売小説を作家の希望に沿って過失訂正して加えていくことも含まれていた。と同時にシュミットは舞の名声と名誉を回復させるために変わる舞を弁護するという小冊子を1918年に刊行した。その中で彼は舞への変わらぬ信頼の念を表明するのと同時にマスコミなどからの不当なバリ増言を排除し、 世間の誤解を解くことに尽力した。そうした努力が実って1920年代には、カールマイの人気は回復していった。やがて1933年1月に、ヒトラーが政権を握って色々難しい時代となったが、車種のシュミットは、持ち前の巧みな才覚と外交的態度によって、ナチス側からほとんど邪魔されずに同社を運営していくことができた。 こうして第二次大戦が勃発した1939年には前週は65巻に達した。その後ドイツは敗戦を迎え東西に分割されるアーデボイルが登録寮に入ったため、シュミットは生まれ故郷のバンベルク、聖毒寮に出版社を移転した。そして1951年に創立者が死亡した後は3人の息子たちが分担してカールマイ出版社を 運営管理していくことにな。長男のヨアヒムが社長となり、次男のロタールが販売や半券問題で補佐し、文才に恵まれていた4男のローラントが文章の修正など編集に当たった。その後、前週の方は74巻に増えた。そして、長男のヨアヒムが高齢のために経営から手を引き、次男のロタールが社長となり、その息子のベルンハルトが補佐役として入社した。 2003年7月、カール・マイ出版社は創立90周年を祝う祝賀行事をバンベルクのホテルで大々的に行った。そしてさらに2013年7月には創立100周年を同じくバンベルクで祝った。その直前にロタールが死亡し、息子のベルンハルトが社長となった。前週は2009年には93巻に達している。このカール・マイ出版社が 生前の作家の意志を継いだ、いわば正当な出版社であるが、作家が死亡してから50年が経過した1962年には、その作品の著作権が切れると同時に、様々な出版社から、前の作品が出版されるようになった。それらはおおむねペーパーバッグの廉価版であるため、かなりの売れ行きを示した。先に、聖読のデア・シュピーゲル氏が、カール・マイ現象という言葉を広めたのも、 この1960年代のことであった。戦後の混乱が収まり、高度成長の時代を迎えていた西ドイツで、カールマイ作品が再び注目されて、カールマイルネサンスが起きたわけである。2012年3月30日が、カールマイの没後100年の命日に当たった。そのため前年からドイツ五県各地のマイ愛好団体や研究者は、小規模な記念行事を開催していた。 そして2月末から3月末にかけて、そのクライマックスが訪れた。まず、ホーエンシュタイン・エルンストタールの舞の成果、博物館の2階では、特別展の一部として、この十数年間に、外国で刊行された舞に関する、研究所や翻訳書が展示された。ちなみに、舞の作品は、現在43の言語に翻訳されている、日本からは、とかの勝也著、知られざる、 ドイツの冒険作家、ルマイ、朝文社、2011年10月及び山口史郎役、アパッチの若き勇者ビネトゥ、チクマ処防の2点が展示された。この特別展では、その他、カールマイの生涯と作品を詳しく紹介す、展示や作品の名場面をジオラマで立体的に表したものの他に、カールマイ出版社の活動を紹介したコーナーも設置された。 その模様を広く伝えるために、地元のテレビ局 MDR の取材もあった。そして3月30日の命日には、ドレスデン近郊の高級住宅地ラーデボイルにある霊廟で、没後100周年の式典が取り行われた。午前11時、小雨降る中関係者100人ほどが列席、吹奏楽の演奏の後、前ゆかりの団体の代表者たちが、 次々と短い挨拶を行った。そして、ギリシア風の霊廟の中央祭壇に花輪が捧げられていった。それからその日の午後2時、霊廟からあまり遠くないところにあるカールマイ博物館に関係者が集まってパーティーが開かれた。この建物はマイが成功して金持ちになった後の1896年から亡くなった1912年まで住んでいた豪邸である。また、 本館の反対側にはインディアン博物館が建っていて大勢の人が訪れていた。本館では1階、2階、廊下、階段などにところせましと前の生涯と業績に関する常設の展示があり、さらに2階では前が使用していた豪華な書斎や広々とした専用図書室など公開されていた。一方文化芸術のトドレス伝のエルベ川のほとりにある 新市街地区の建物で3月30日の午後6時からと31日いっぱいをかけて研究者によるシンポジウムが開催された。その建物の対岸には観光客が訪れる旧市街の拡張ある建物群のパノラマが見えている。舞は大衆的な作家であったのだが晩年には文学的な香りが高く神秘主義的ないし象徴主義的な傾向の作品を いくつも書いている。それらの作品は難解だとして、一般の読者からは敬遠されてきたが、戦後の1969年になって設立されたカールマイ学会、KRL 名ゲゼルシャフトに参集した研究者から高く評価されるようになった。それ以後、マイは従来からの大衆的な人気と文学作品としての研究対象という二つの側面を持つようになった。 この時開かれたシンポジウムも後者の活動の一つであるが、そのテーマは諸民族に関するステレオタイプから平和主義へ変わる前を多文化交流の面から読むというものであった。一人30分で12人が次々に入れ替わり立ち替わり、様々な観点から発表していった。そして熱心な質疑応答があり、ともかく全体から見れば一部の人々とはいえ、 カールマイを研究の対象として取り組む真面目な人々の集まりであった。本文の記事のうち1生涯、2作品の特徴3カールマイ現象に関して本文の記事のうち4カールマイ没後100年祭2012年に関して楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。